レッドリバークラシックプラン2日目。むちゃくちゃ寒いです。ちょっと最悪。昨日のプランは1バイト、今日も多分1バイトか2バイトぐらいだけど、まあ条件はみんな一緒なんで行きましょうか。水がきれいなところ、こういうを探してるんだけど、魚が集まってそうな、そんな雰囲気はないね。水はきれいなんだけど、ああボテボテのプリスポ、2ポンドぐらいのやつ。これ水がきれいになってるからね、この辺いましたよ。よく魚を見るとわかるけど、腹ボテボテでしょ。でヒレがピーンとしてるでしょ。まだスポーンしてないの。2ポンドだけど、ああ一匹釣れました。クラシックのプラ2日目一匹クランクできた。ちょっとマークしとくわ。これさ、バックの本当のバックだから、もうここにアイドルで来るだけで15分ぐらいかかっちゃうかもしれない。ここだけ水がきれいじゃん、外側と全然違って。あんな一匹がいてもプリスポなのは分かったけどさ、他にまとまってどこにいるのっていうやつだ。これ見つけたら本当面白いだろうな、ボテボテに太ったやつが釣れて。キーパーナンバー2だ。でもこいつちょっとテールが割れかけてるね。でもプリスポだね。見えてきましたよ。悪いけど場所だ、場所。
とは言っても大きくないからね、そこがあれなんだけど。あとここまで来るとさ、釣る時間が5時間もないし、本当に。フックは曲げません、でかいのが来るまで。でかいの1匹ぐらい釣らないと。ガーッ、吐き出してほしいんだけど、吐き出して。吐き出してくれません。吐き出してっていうのばっくり飲んでるわ。釣れてしまいました。ちょっとフック曲げる。フックを曲げます。でもここに来て10ポンドじゃねえ、5匹で。まだまだ甘いっすよ。まあ2日目のプラは終わったけど、はっきり言ってまあ予想通りタフコンディション。全然まだまだ決めかねるところです。またくなればでかいのも入ってくるかもしれないけど、今日はフォーキーパーバイトで一匹追っかけてきたっていう。まあ釣ってる場所はなんかいい感じだけど、今日プラスしたエリアはスタート地点からかなり遠いから、あんまり釣る時間がないからできれば来たくない感じ、うん、ただまあ暖かくなれば本当どうなるかわかんないから、あともう実情あと2日あるから、プラがそれで何か変わることを期待してます。